どうもー、おりの晩酌です。こんばんはー。えー、日付変わりまして、1時半になろうとしてますね。いやー、疲れました。今日もね。えー、有楽町でね、お出番3つさせていただいた後、まあ今日、も日付変わってるんで今日ですね。えー、京セラドームに乗り込みますんで、うーん。 あの、ビーズワングランプリというね、えー、毎年、今年で3年目になるのかなうーん。ま、あ一応我々、あの、初代チャンピオンにはなるんですけども、去年ね、あの、チキチキジョニーさんにチャンピオンを持っていかれまして、今年は王者奪還だと意気込んでおりましてね、うーん。ちょっとネタをね、うーん、作んなきゃということでね、うん 急ピッチでね、昨日作りまして、昨日、うん、そう、日付変わる前ね、劇場終わりで、ね、帰ってきて、ね、そして、もう、反省会、えー、祝賜会、ね、これ18日の分と19日の分、これ今2日ね、滞ってますから、これ、ね、すぐ動画上げなきゃいけないんだけども、うーん。 最高の教師見ちゃったっていう状態です。録画してた。うーん。これはよくないですね。うーん。最高の教師を見たくなってしまいまして、もう。さっきそっち見ちゃうっていうね。うーん。これだいぶやらかしてます。ねえ。もう早く寝なきゃ。明日早いよ。だって大阪。ねえ。もう東京駅に。何時ですかちょっと見ていませんけども。うーん。なんでね。ええー。 最高の教師見ちゃったから。うん最高の教師は面白すぎてね、うん。我慢できなくなっちゃってうん。しょうがないね。こうなっちゃったらね。うんまあ、新幹線で寝りばいいんだけども。えー、まあ、っていうわけで今ね、2日分滞ってとりますよってって。ね、うん。どうしようかって言ってます。ね、もうこれ折りン史上初ですけども。2本撮り行っちゃえっていうことでね。う 今日はもう2本に分けて撮っちゃおう。ね。まずは18日の金曜日の分。そしてこれ終わって19日の土曜日の分っていうね。うーん。2本撮り。ね。異例です。もうね。視聴回数まあ好きないね。ほんとに。うん。その新しい動画上げてそこに新しい動画重ねちゃうんだから。うん。もうこれはもうね。もう自業自得なんですけどもね。うん。 あのー、もうしょうがない。これはね。うーん。もういいです。視聴回数とかじゃないんで。うーん。もう私の自分のこれ日記みたいなもん。記録として残してるだけなんで。うん。なので、今からこれ18日の金曜日のね、えー、やつを振り返ろうっていう魂胆です。ね。うん。もう皆さんの記憶にもない。もしかしたらね。うーん。 しかも1対1のドローの試合というね、これやる意味あるんだろうかっていうのはね、私も思ってます、これは。本当に。私が一番思ってます。このトングのね、犠牲フライで1点上げただけの試合、これ振り返る必要あるんだろうかっていうね、わざわざ動画上げて、ね、っていうねう、レベルではあるんですよ。もう俊平太く君頑張ってたから、俊平太く君を称えなきゃいけないから。 7回1失点、ね、3安打10奪三振ですよ、もうね。うーん、これをたたえなきゃっていうことでもう、ね、無理やり動画上げてる状態ですけども、うん、そして、まあ、森友哉のね、二塁打から始まって、えー、うーん、頓宮の犠牲フライね、うん、これで同点。 そこからもう音沙汰なしっていうね。うん。これなんか見どころなんてあったんですかこれこの試合は。私もねちょっと最近試合ちゃんと見れないですけど。うーんと。うん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 。まあこれはつまらなそうな試合してますねこれは。あっセデイナに久しぶりに長打が出たんでしょうかこれは。レフトツーベース。ね。 うんうん、だからたたえるのはピッチャーの方ですよね。駿平太が7回3、A、1失点。宇田川、平野、ね。そして延長に突入して山岡さんが3イニング投げてくれてます。ね、これはちょっと山岡さんありがとうございますってこれ。何かこれ、ね、宇田川君と。 平野さんにはこれホールドがつきますけども、山岡君にはこれ何かないんでしょうかね、この。うーん。なんて言うんだろうな、これ終盤のロングリリーフっていうね、これ。うん。これ山岡君にも、なんか、ねえ、あげたいよ、これは。うん。山岡だけに、ここ山岡の指輪かなんかある。ねうん。あげたいところですけども。 もうここ山岡がないもんだからうん残念残念じゃないねじゃねじゃねよく頑張ってくれました山岡選手ねもうん、ロングリリーフの人になりましたねこの方はうんオリックス山脈の一角でございますけどもねうん大ちゃんありがとう3インニングもねえ いや平野さんがねえ、ね素晴らしい。2三振ですよ。ええー。2脱三振か。えー、まあ、そんな感じでしょうかね。まあ、特にね、うーん、まあ、トングちゃんがね、2安打放ちましたっていうぐらいで、うーん、ちょっとラオウさんはちょっと、不甲斐なさすぎて、途中で変えられるというね。 えー、事態になってますけども、うん、まあ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 うううんうん、うんまあ、そんな感じですかね,ね18日金曜日の試合ですこれはねはいというわけで一旦これでお別れして2本目あげようよいしょ 一対一引き分けお疲れ様でしたさよならバイバイ。